皆さんこんにちは、近藤です。今日のビデオでは42サイズというちょっと大きめなボディを使ってラップドレスをドレーピングしてみました。ラップドレスのパターン自体はとてもシンプルなのですが、縫い目の位置であるとか全体のボリューム感、こういったものを大切にしないとやはり美しいシルエットには仕上がりません。そのためには大きめなサイズの体型的な特徴を理解する必要があると思います。男性の場合、体重の増加による体の変化というのは重心がどんどん下がっていきます。しかし女性は腰周りに脂肪がつきやすいので重心が上に上がっていく傾向にあるんですね。つまり見た目の細い位置が男性の場合は下がっていくのに対して女性の場合は上がっていく傾向にあります。ですから今回のドレスのように横に縫い目を入れる場合はやや通常のウエストラインよりも上に印をつけてあげるととてもいいバランスになります。これはドレスだけではなくて他のジャケットやワンピース何でもそうなんですが、ウエストを絞ったデザインをする場合にウエストの位置をやや上へ上げてあげるというのが大きめのサイズを作る時の重要なポイントなんじゃないかと思います。ぜひ皆さんもこのビデオを見て大きめのサイズにトライしてみてください。それでは始めましょう。
さて今日のビデオ、皆さん楽しんでもらえたでしょうか。今回はラップドレスにレアスリーブをつけてみました。このデザインは女性の腕と肩を優しく包んでくれるので、サイズには関係なくとてもいい印象を持ったデザインだと思います。ぜひ皆さんもこのビデオを見て次のデザインに取り入れてみてはいかがでしょうか。今日はありがとうございました。